今日はですね、先行投資として働くっていうお話をしたいと思います。お仕事のご依頼フォームがちょっと僕は持ってないっていうお話をさせていただきたいと思うんですけれども、これ朝っぱらからですね、まあまあ踏み込んだ話をするとですね、コロナでいろんな業界がダメージを受けたと思うんですけれども、当然ですね、エンタメ業界ものっぴきにならないダメージを、まあ、受けたんですね。例えば、そうだな、これまでできていたロケ番組ができなくなったりだとか、それとかライブっていうのは客席のこう制限がね、かかったりだとか、あるいはですね、ライブとオンライン配信とのハイブリッドが当たり前になったので、まあ、これめちゃくちゃ生々しい話 をするとですね、オンライン配信チケットが売れない芸人、タレントはライブにブッキングされにくくなったっていう、こういうちょっとリアルな問題があったりするんですね。で、コロナの影響っていうのはエンタメ業界にももろに直撃していて、これまで忙しくされていた人がですね、仕事が減って少し暇になったりもしてるんですね。で、その程度っていうのは様々で、これはまあこういう時間だし、まあこの時間を使って、勉強しようみたいな感じでですね、ぽっかりできた空白をですね、ちょっとした、休憩時間のように捉えられる人、まあ余裕のある人もいればですね、仕事がないどうしようっていう、決してですね、楽観視できない人もいると。じゃあ僕自身、西野自身はどうなのかというとですね、まあコロナによってですね、予定していたけどできなくなったことっていうのは、まあ山ほどあるっちゃあるんですね。例えばコロナ前までは国内外で個展をしていたんですけれども、僕が主催する個展となってくるとですね、やっぱ規模も大きくてですね、人をこうたくさん集めることが前提になっているんで、さすがにですね、以前のようにはできないと。まあその他にもですね、できなくなったことっていうのはたくさんあるんですけれども、じゃあ今西野暇なのかと聞かれたら、まあ、そこまで暇ではないと思うんですね。で、なるほどと。じゃあコロナが来ても仕事のオファーが途絶えてないんだねっていうと、そんなことはなくてですね、ここが今日の本題なんですけども、そもそも僕ですね、お仕事のご依頼フォームみたいなものを持ってないんですね。吉本興業に行ったら吉本に仕事の依頼が行くじゃないですか。今吉本興業の人間じゃないので、じゃあ西野の仕事ってどこに依頼するのっていうとこなんですよ。まあ厳密に言うと多分探せばどっかにあるんですよ。お仕事のご依頼フォームみたいなのは探せばどっかにあるんですけど、それを前面に押し出してないんですね。で、キングコング西野に仕事のオファーを出す場合どうすればいいかちょっとわからない。僕も聞かれてもいやちょっとわかんないですっていう感じなんですよ。じゃあ時々受けてる仕事はどうしてるのっていう話なんですけども、あれは僕の知り合いが直接僕に LINE をくれたりですね、あるいはうちのスタッフに LINE をしてくださったりしているものがほとんどなんですね。要するにオファー仕事で生活を回してないんですよ。なので仕事がないっていうのがないんですよ。仕事を作るか仕事を作らないかの二択なんです。仕事が減ったとしたら、暇だとしたらですね、自分たちがですね、仕事を作ってないだけの話で、仕事をもらうっていう発想がそもそもないんですね。今ね、絵本を作っていたり、ミュージカルを作っていたり、映画を作っていたり、歌舞伎を作っていたりして、まあ、そこそこバタバタしてるんですけども、これらすべてもらった仕事じゃなくてですね、作った仕事なんですね。でもこのですね、自分で仕事を作るっていうことって、すっごく今大事だと思っていて、これを持ち合わせていないと、この力を持ち合わせていないと、時代の変化に振り回されちゃう。まあ、コロナ禍なので、お客さんと対面の仕事はなくなりましたとなってもですね、これ自分で仕事を作る人だと、じゃあ対面じゃない仕事を作ろうってなりますが、オファーを待ち続ける人だと、待つことを前提としている人だと、コロナ明けをもう祈り続けるしかないんですね。それってあまりにもこう危ういじゃないですか。やっぱりどう考えてもですね、仕事を作れる自分でいることこそが一番の安定で、じゃあそのためにはどうすればいいのかっていう議論をした方がいいと思うんですね。でね、仕事を作る人ではなくて、オファー仕事だけで生きている人、これちょっと厳しい言い方をするとですね、オファー仕事に頼っている人を観察してみると、まあ、いろいろこう共通点が見えてくるんですけれども、一つや二つじゃないんですけども、その中でもね、やっぱ印象的なのが、その瞬間にお金になる仕事しかやってないっていうのがあるなと思いました。これちょっと耳の痛い話かもしれませんが、ちょっと怒らずに聞いていただきたいんですけれども、オファー仕事に頼っている人はその瞬間にお金になる仕事しかやってないっていうのを、これ逆に言うとですね、仕事を作る人っていうのは、その瞬間はお金にならない仕事もガンガンやっているっていうことですね。これ投資として働いてるんですね。
僕はオンラインサロンメンバーさんにはですね、自分が今手掛けているプロジェクトの予算規模、お財布事情、要はこれを作るのにこれぐらいの、お金がかかって、で、ここで回収します。で、これ回収額がこれぐらいです、みたいなことをですね、まあ、逐一共有しているので、サロンメンバーさんは知っているんですけれども、その瞬間お金になることをやるということで考えると、絵本もミュージカルも歌舞伎もこれ絶対にやってないんですね。むしろその仕事単体で黒字を作ってしまうように仕事をデザインすると、お客さんの予想を裏切ってこないので次につながらない。で、この話っていうのは長くなりそうなんで、今日のサロンの方でもうちょっと詳しく話したいと思いますが、ここでのね、一旦のまとめとしてね、やっぱりね、お金になる仕事ばっかりしていたら自利品になるよっていうことですね。不安定な時代だからこそ自分で仕事を作る力っていうのは求められていて、先行投資として働くっていうのはすっごく大事なんじゃないかなと思います。